川田さんだ。川田さん、こんにちは。いや、こんにちは。こんにちは。今日も川の掃除ですか？まあ、はあ。ん？川田さん、なんだか元気ないね。いや。何かあったの？電気代が？そうですよ。こうやって押し入れまで改造してどんどん水槽が増えて、あの泡を出す機械のせいで電気代がかさんでしょうがないんですよ。エアポンプか。それに魚が増えれば餌代も、水もたくさん使うから水道代だってバカにならないし。魚たちに気持ちよく暮らしてもらうためだ。エチなことを言うんじゃない。魚たちのためなら私たちの暮らしはどうでもいいってことですか？そんなことは言ってないじゃないか。言ってるようなもんですよ。この魚たちのせいで私たちの暮らしは貧しくなる一方なんですから。よし、それじゃあ今日から我が家は電気と水の節約に取り組むことにしよう。それから食費もなるべく抑えるように。もう付き合いきれませんよ。おい、ちょっと。それから妻は私とまともに口を聞いてくれないんです。奥さんが怒るのもちょっとわかるかも。私も申し訳ないとは思ってるんだが。だったら謝ればいいんじゃない？そうじゃな。それはちょっと。どうして？照れくさいというか、なんというか。でもこのままってわけにもいかないでしょう。ならば手紙を書くというのはどうですかな？手紙ですか？いえ、手紙なら面と向かわなくても気持ちを伝えられますぞ。いいかもね。しかし、妻に手紙なんて何年も、いや、何十年も書いてないからな。じゃあ、私たちも協力するよ。それじゃあ、とりあえず書いてみて。ああ。思いの丈を綴ってください。わかりました。書けましたかな？はあ。見てもいい？うん。では、妻へ。いつも迷惑をかけてすまない。だが、それも巴川のためだ。どうか分かってほしい。これからもう少し家族のことも考えるようにする。川田守。ほう、なるほど。でももう少し反省の気持ちが分かるようにした方がいいかも。そうかい？ちょっとあっさりしてるしね。でもこれ以上何を書いたらいいか。奥さんは巴川のためだなんて言われても納得いかないんじゃないかな。私は巴川がいつまでもたくさんの魚が泳ぐ美しい川であるよう頑張っているだけなんだが。立派だよね。川田さんは立派じゃ。ならば巴川の魅力を書いてみるというのはどうですかな？巴川の魅力？そうだね。巴川の魅力が分かればおばさんも許してくれるんじゃないかな。なるほど。妻へ。私は巴川が大切だ。
巴川はとても美しい。そしてそこに住む魚もまた美しい。船は可愛い目をしている。鯉が泳ぐ姿は、うん、こういうこと長々と書かれても、ああそうですかって感じだね。そんな、巴川の魅力は伝わるんじゃがな。そうだね。あ、この私は巴川が大切だの後にお前のことも大切だって書くのはどうかな。そんな恥ずかしいこと書けないよ。書かなきゃ伝わらないよ。しかし川田さん、何も照れることはありません。素直な気持ちを綴れば思いはきっと伝わりますぞ。素直な気持ち、妻へ、私は巴川が大切だ。そしてお前のことも大切だ。どっちが大切かと言われるとちょっと困ってしまうが、同じくらい大切だ。書いてるね、川田さん。頑張れ、川田さん。清く美しい巴川はどこかお前に似ている。穏やかで太陽の光を受けてキラキラと輝くその姿が私は好きなのだ。これなら奥さんもきっと許してくれるや。そうかな。そうですとも。たださ、どうせなら妻へのところに愛するってつけたらどうかな。おお、それは名案じゃ。でしょ。はい。じゃあそれじゃ届けてくるね。まるちゃん、よろしく頼むよ。わしらは一旦うちに戻っとるよ。気をつけてな。わかった、行ってきます。こんにちは。あら、まるちゃん、こんにちは。おばさんいますか？買い物に行ったわ。すぐ帰ってくると思うけど。そうですか。あの、この手紙を渡してほしいんですけど。手紙？まるちゃんから？いえ、川田さんからおばさんに。え？お父さんからお母さんに？はい、そうです。よろしくお願いします。それじゃ。あ、幸子、早く行こう、遅れちゃう。あ、ごめん。さ、行こう。うん。果たして読んでくれるだろうか。読んでくれますとも。すぐ帰ってくるって言ってたし、もう読んでる頃じゃないかな。さ、川田さん、お帰りなさい。大丈夫、川田さんの思いはあの手紙に詰まってるから。あの、もしよかったら。さ、川田さん。はい。はい。手紙もう読んだはずだよね。多分読んだと思うが。だったらなんで何も言わないんだろう。わしらがおるから言いにくいのかもしれんの。あの。はい。いや、その手が。ああ、そういえばポストにこんなものが入ってたんですけど。宛先も差出人も何も書いてなくて、ちょっと気持ちが悪いから開けてないんですよ。そうか。あなた、開けてみてくださいよ。愛する妻へ、私は巴川が大切だ。そしてお前のことも大切だ。どっちが大切かと聞かれるとちょっと困ってしまうが、同じくらい大切だ。あの手紙を今ここで。お客さんがいるのに何も今じゃなくてもいいじゃないか。そりゃそうですけど。ただいま。あら、まるちゃん、お邪魔してます。あ、それお父さんからの手紙。お父さんから？誰に？お母さんに。私に？川田さん。川田さん。
いいんですか？うん。あなた、どうもありがとう。いや、別に。あなたがやっていることはとても立派なことなんですよね。そうだよ。そうじゃとも。いや、だったら私も少しは協力しなくちゃ。電気代くらいどうにかなりますしね。なるよなるよ。なんじゃ、停電だ。ちょっと待っててください。今ろうそくを。ああ、びっくりした。いや、川田さんは？大変だ、どうする。大丈夫か、お前たち。死ぬんじゃないぞ、死ぬんじゃないぞ。反省はしてみたけれど、やっぱり魚のことが大切な川田さん。協力するのは大変なことだと覚悟する妻であった。頑張れ。幻のレディーブー太郎の巻。カブトムシ？クワガタだろ。カブトムシの方が強いブー。体の大きさじゃ負けるけど、戦わせたらクワガタの方が強そうな気がするな。ほらな、カブトムシだブー。俺、去年平田クワガタ飼ってたけど、カブトムシより強かったぜ。だろ。ブー。なあ、明日クワガタの幼虫を探しに行かないか。おお、行く行く。ブー太郎はどうする？行かないブー。なんだよ、行こうぜ。行かないブー。勝手にしろ。ああ、二人とも向きになっちゃって、別にどっちが強くたっていいじゃん。そうだよ、女子にはわからないブー。翌日、日曜日。今日はお父さんとお母さん静岡に出かけてくるから、トミ子と二人でお留守番頼むブー。わかったブー。お兄ちゃん、トミ子と一緒に遊ぼうブー。今漫画読んでるブー。この前お兄ちゃん、トミ子の言うこと何でも聞くって言ったブー。ブー。だから健康に気をつけて生活することが大事なんだ。風邪などひいたりしないよ。やめろブー。こら、そこの男子、静かにしろ。すみませんブー。お兄ちゃん、今日先生に注意されたブー。トミ子恥ずかしかったブー。頼む、母ちゃんには内緒にしてくれブー。その代わり、トミ子の言うこと何でも聞くブー。なあ、言うこと聞くブー。約束だブー。男に二言はないブー。それでオイラは何をすればいいんだブー。隣の奥さんだブー。隣の奥さんブー。トミ子、奥様ごっこがしたいブー。この前丸子お姉ちゃんとしたブー。さくらと奥様ごっこブー。コンコン、奥様、お邪魔していいかしらブー。あ、どうぞブー。ご機嫌いかがブー。いいですブー。なんか違うブー。なんか違うって何がだブー。まる子お姉ちゃんは、おあら奥様、よろしくってよ。こんな感じだブー。そんなこと言われてもブー。さくらのやつ、余計なこと教えてブー。そうだ、いいこと思いついたブー。これを着るブー。なんでオイラが母ちゃんの服着なくちゃいけないんだブー。奥様に見えるブー。冗談じゃないブー。トミ子の言うこと何でも聞くって言ったブー。ブー。なんでマスクなんかしてるブー。隣の奥さんはちょっと風邪気味なんだブー。
クンクン。そうなのかブー、おかげいかがですかブー。だ、大丈夫ですわブー。それはよかったですわブー。あ、あんたたちクワガタの幼虫探し。あ、やっぱりブー太郎は来ないんだ。え、そうな、知らねえよ。行こうぜ。おう、仲直りしてないみたいだね。うん、ブー太郎相当カブトムシにこだわってたもんね。おお、よしよし。こんにちは。もしやあなた富田くんの妹さんではありませんか。はい、ブー。私、富田くんのクラスメートで学級委員の丸尾末雄と申します。富田くんはいらっしゃいますか。お兄ちゃんなら。今留守です。まずいブー、こんな格好してるとこ見られるわけにはいかないブー。お留守ですか。あなたは。ブー子です。ブー太郎のいとこの。富田くんのいとこさんですか。ではすみませんが、ブー子さん。何の用だブー、入ってくるなブー。富田くんが帰ったらこれを渡してもらえませんか。え、富田くんとはグループ研究の班が一緒なのですが、参考になる本を見つけましたので。わかりました。それでは。もしかして。バレたブ。富田くんも図書館に行かれたのですか。いいから早く帰れブ。そうですか。この丸尾末雄、今日は一日図書館におります。富田くんが戻られたらよろしくお伝えください。では。お兄ちゃん、いとこのブー子ちゃんってなんだブー。いいから、今お兄ちゃんじゃなくていとこのブー子ちゃんだブー。ブー。あ、丸子お姉ちゃん。トミコちゃん、おままごと。奥様ごっこしてるブー。そう、お友達。いとこのブー子ちゃんだブー。こんにちは。こんにちは。こんにちは。まるこお姉ちゃんたちも一緒に奥様ごっこしようブー。え、やめろブー。いい、ブー子ちゃん。じゃあやろっか。なんとかさっさと返さないとブー。ブー太郎は。あ、遊びにカブトムシの幼虫を探しに行くって。ああ、やっぱりブー太郎まだムキになってるんだ。そうみたいだね。お兄ちゃんがどうしたブー。それがクワガタとカブトムシのどっちが強いかなんて誰もいいことでハンマジと言い合いになっちゃってさ。カブトムシが強いわよ。え、そう？クワガタが強いっていう男子の方が多かったよね。うん、カブトムシだブー。ブー、ちょっとブーって。あ、あんたブー太郎。違うブー、ブー子だブー。 あんた何やってんの。トミコに頼まれたんだブー。お兄ちゃんは隣の奥様だブー。まる子お姉ちゃんたちも早くやろブー。あ、それならさ。本当にやるのかブー。そうだよ、どうせ奥様ごっこするなら思いっきり楽しまなきゃ。お化粧なんてどうやればいいのかわからないブー。トミコがやってあげるブー。ブー、あたしも手伝うよブー。ほら、これなら立派な奥様だよ。ほんとだブー、奥様だブー。結構似合ってるかもブー太郎。そうかブー。おお、あ、ところで奥様。なんですの、さくらさんの奥様ブー。たくの主人ったらいびきがうるさくて怪獣みたいなんざますの。まあ、それは大変ねブー。どうしたら治るざますかしら。洗濯バサミで鼻を挟んだらいかがざますブ。いいじゃんブー太郎、感じ出てるよ。そうかブー。女優さんみたいだよ。女優さんかブー。女優でいいのか。
ブフブー太郎、なんだお前その格好。ブブバカじゃねえの。あらら、ちょっとまずいねこりゃ。おい、すっげえでっかい蝶がそこの角曲がっていったぞ。ほんとか、行こうぜ。ハマジ、助かったブ。ああ、これクワガタの幼虫探してたらカブトの幼虫も見つけたんだ。お前にやるよ。え、いいのかブ。ああ、成虫になったら俺のクワガタと勝負させようぜ。ありがとうブ。結局、いとこのブー子さんが幻の女の子だったとは知る由もない丸尾くんなのであった。お？あ、山田、いいもの持ってるね。それ貸して。私、自分の逃げ足のスピードを測りたいんだよ。清水のどこかに謎の怪しい生物がいるんだ。そいつから逃げる練習をしたいんだよ。次回のちびまる子ちゃんは未確認生物を探せ。マルコ、ストップウォッチが欲しいの2本だよ。お楽しみにね。